はい、今回は世界の裏側は現在どうなっているのかということをね、世界の裏側は現在どうなっているのかをこんにちはということでね、まあ別に冗談なわけじゃないんですけど、まあ真面目に、お伝えするんですが、まあわからないことが多いわけですよ。で、例えばこういった話っていうのは言ってる方もいるかもしれないんですが、まあ全然話が違ったりとかね。で、その分かってる情報から、まあこういったことなんじゃないかなっていう、まあ憶測なんでね、まあこんにちはという、まあそういった、まあ表現をしてるんですけれども、まあただ別に、全く適当なことを言うわけではないんで、こういったことからこうじゃないかっていう話を、まあリスナー様にさせていただいて、もしかしたらね、日本も、まあいろんなことがありますが、その後ですね、再生していく、まあ道のりがまあ見えてるんじゃないかとも取れる。まあ一つの可能性っていうことなんで。で、今回のこの話っていうのは、少し日本にとって良いっていうかね、まあ希望的な解釈、希望的な観測、明るく見える話っていうことなんですよ。で、嘘なんじゃないかとか、例えばそのデタラメなんじゃないかとか、そんなことじゃないんですよ。まず一つっていうのは、日本の宗主国であるアメリカ、アメリカが弱体化してるわけですね。米ドル基軸通貨っていうのがもうね、ペトロダラ体制が崩壊してるってことで、今までの世界の経済情勢とは異なってるんで、まあそういったことが関係していて、そこから、考えられる、憶測っていうことで、で、まあ皆さんもこの話は多分関心持たれていらっしゃると思うんで、まあ僕が調べて、まあこうなんじゃないかと、で、わからないところはわからないと言いますので、別に嘘をついてね、こうなんだとか、そういうことは言いませんので、まあこれはちょっとわかりませんということなんですが、まずわかっているところから考えていくと、今までっていうのは何度もお伝えしていますが、世界の中心にドルがあったわけですね。アメリカのドル、ドル基軸通貨、ペトロダラ体制、石油を買うのはドルでの決済、そういったものなんですが、もうアメリカの経済が崩壊して、ドル基軸通貨も崩壊してると。だから世界の中心がアメリカではなくなってるっていう、ことです。これは、もうほぼ分かってることです。そういうことを、聞かないかもしれないんですが、これっていうのは分かってるんですね。では、アメリカが世界の中心ではなくなったら、どこが世界の中心になるのかっていう話なんですが、それがブリックスっていうね、ロシア、あるいは中国、インドとかそういったところね。で、こっから、聞いたことあると思いますが、D の S とかっていうね、いうものですが、アメリカっていうのは、アメリカの裏側にですね、見えないものがおるんですよ。一部の支配層って言われるね。その D の S っていうものね。で、D の S が、いろんな動きを見せようとしてるんですが、おそらくこの D の S の動きが、今回うまくいかなかった可能性があるんですよ。別にD の S がね、掃除されたとか、そんな話じゃないんですよ。D の S の思惑があったんですが、その思惑が予想外にうまくいかなかった可能性があるんですね。で、それはどういった可能性かっていうと、D の S っていうのはアメリカの裏側に今まではいました。そしてアメリカが、ダメになっていく。経済的に国内も、ダメになっていく。当然そしたら D の S っていうのはね、多国籍企業とかって聞いたことあると思いますが、グローバルとかってね、国をまたぐんで、他の国の裏側に回ろうと思っていたと考えられるんですよ。で、この今まではアメリカの裏側にいた D の S がですね、中国の今度裏側に回ろうとしていたと考えられる。この世界情勢の流れからしてね。で、アメリカが潰れたら、あるいはアメリカを潰したら、今度は自分たちは中国の裏側に回ろうとした可能性があったんですが、その中国の裏側に回ろうとした際にですね、その思惑が崩れたんですね。それは何でかっていうと、こういうことなんですよ。アメリカが崩壊したら自分たちが中国の裏側に回って、今度中国を解体して、その D の S が中国をね、今度自分たちの思惑の通り、そこから中国中心 の世界支配に持っていこうとしていたんですが、そのためには中国だけでないとダメなんですよ。だから D の S が中国の裏にだけ回って、その中国をコントロールしないと、そういったことができないんですが、中国が思わぬ行動を取ってしまったわけですよ。中国がロシアと結束してしまったことによって、D の S が中国の裏側に回れなくなった可能性っていうのがあるんですね。だから中国とロシアの結束によってですね、D の S の動きが厳しくなったっていうふうに考えられます。
でそこから、まあ、この、ね、世界の今覇権構造がブリックスに移ってますが、ねまあ、そのロシアあるいは中国、まあ、インドとかそういったところで、まあ、これっていうのは他にも説があって、実はブリックスの後ろにも何かいるんじゃないかっていうんですが、分かりません、それは。何がいるのかっていうのは僕には分からないんで、ただ、そのアメリカの裏側のものが中国の裏側に回ろうと思ったが、その思惑がうまくいかなかった。いわゆる D の S の動きがうまくいかなかった。で、そのブリックスサイドっていうのはどうなったのかっていうと、中国、ロシア、インド、そういったところで一つの経済圏を作り出して、まあ、それで今世界が回っているわけ。これから、ま、回ろうとしてるわけですよ。今もその着々と準備をしてね、例えばプーチンとか習近平とかそういった者たちです。そういった者たちがそういったまあことをしていると。で、まあこのここまでの流れを一回整理する。そのまあ D の S ね、そのまあ支配層サイドっていうのは、その中とロの同盟を予想していなかったと考えられるんですよ。もしかしたら予想していたのかもしれませんが、予想していなかったと。で、自分たちの思惑がちょっと変わってしまったと、そういうふうに考えられるんですね。で、まあ完全には離れてはいないと思いますが、まあ、デーンの S がアメリカから離れていったと。で、日本はどうなるのかっていう問題なわけですよ。アメリカが崩壊したら、その後に日本が崩壊するんですよ。日本っていうのはアメリカの属国なんでね、宗主国が崩壊するっていうことは属国の崩壊であるっていうことなんで、日本とともに、アメリカが崩壊していく、そういったことなんですね。しかし一つどうしてもわからないことが出てきて、ここがもしかしたら日本の中で、まあ、明るい兆しなんじゃないかっていう、まあ、そういったことが考えられるんですよ。まあこれっていうのは誰だかわからない、はっきり言って誰だかっていうか、どういったものだかわからない、うん、日本を今までずっと戦後から支配してきたものはね、そのまあ、満州人脈とか、自民党清和会とかっていうね、安倍とか、安倍のね、じいさん岸、とかそういった者たちなわけですよ。岸とか小泉とか、安倍とか、まあそういったものが日本の裏側にいたわけですよ。まあ D の S ですね、アメリカ支配っていうものなんですが、そのアメリカ支配が弱まった頃合いを見計らってですね、実は日本の中に他の力が出てきたとも取れるんですよ。で、その日本の中の他の力っていうのはどういった力かっていうと、ブリックスサイドに近づいていった力だと取れるんですね。ただそれが誰だかっていうのは分からない。僕にはそれは分からない。で、なんで日本がブリックスサイドに近づいていったのかっていうことが思う、まあその記事っていうか情報があったんですよ。外国のサイトにこういった記事があったんですね。その内容を考えます。日本は米国の同盟国と決別し、上限を超える価格でロシアの石油を購入する。東京はエネルギー需要を理由に G7 諸国を縛るルールの例外を勝ち取ったと、このようにあります。日本というのはアメリカの属国ですから、まあ、同盟国と言ってますが、アメリカの意向に、沿うわけですね。で、ロシアからの石油なんて日本というのは買えないはずなんですよ。しかし例外とかって言いながら、なぜか日本がね、ロシアの石油を買ったということがニュースになっていたんですよ。だからこれっていうのは完全にもうそのアメリカ支配が弱まって、まあその日本の中で違う力が出てきたのか、まあ何かっていうのははっきりとはわからないんですが、岸田の背後には、アメリカがいると思うんですよ。防衛費増額とかっていうのもその宗主国の意向に沿ってしていると思うんですが、まあそういった裏側の何か違った見えない力ね、その宗主国以外の力が働き出して、それがですね、こちらのこの ブリックスサイドの方に、まあ寄っていった、そうとも取れるんですね。で、今までそういうことってのはできなかったわけですよ。完全にがっちり、宗主国アメリカがおるんで、日本の裏にはね。しかしその宗主国アメリカは弱ってきてるわけですよ。ペトロダラー体制が潰れてね、うん、どうにもならなくなってきたわけですよ。で、このね、ロシアの石油の金額が高いっていうんですが、金額の高い安いは関係ないんですよ。日本がこういったね、ロシアから石油を買えるっていうことはね、いいことなんですよ。安全保障上いいこと。だからそういったものに日本も、まあ、少し乗り出して、岸田がじゃないですよ。岸田なんていうのはその後ろにいる宗主国の、まあ、操り人形ですから、そうではない。その後ろにいる、まあ、何かわからないけれど得体の知れないものね、まあ、日本のためのものであればいいんですが、そういったものがそういうことを、まあ、しだした可能性があるんですよ。だから例えば
原油とか天然ガスとかっていうのをロシアとか、あるいはプーチン、習近平、中国とか、そういったものに頼んだんじゃないかっていうことは考えられるんですよ。だこれっていうのは何を意味するのかっていうと、日本が米ドル、崩壊、ペトロダラー体制が崩壊して、日本経済が崩壊する、そしてですね、金融が一回破綻する。ですが、こういったものがですね、そのブリックスのサイドとつながることができているのであれば、日本も再生可能になるんですね。完全に、もう終わるとか、そういうことではないと思うんですよ。で、さらに言うと、ね、このよく聞くアメリカと中国の有事とかって言いますが、完全にもう僕何回もお伝えしますが、アメリカっていうのは力がないんでね、経済の力もなければ、そんなね、有事に出ていく力もないんで、当然もしそうになったって、負けるわけですよ。日本も別に出ないし、そんなことに出ないように国民が気をつければ出ないんで、負けるわけですよ。つまりアメリカは消えていくってことです。だから、今まで日本というのはアメリカの間接支配を受けており、ね、アメリカが、日本にいろんなことを言ってるんですが、そのアメリカが、消えていくと。で、そうなったらどうなるかわからないんじゃないかっていうんですが、日本がそのブリックスに、手を、伸ばしていったと。で、もしかしたらその手がですね、ブリックスに届いたんでしょうね。石油を買うようになったということで。だからこれっていうのはわずかな明るい可能性が見えてきたんですよ。日本経済が一回破綻しても、ね、西側諸国が潰れていっても、日本はずっと西側で、その敗戦、負けるそのシナリオにいたんですが、負けてもそこからこのブリックスの方に、どうにかつながっていって、日本再生っていう、そういった可能性が考えられます。あくまでも可能性であり、難しい話だかわからないですが、このね、なんでこんなことを思ったのかっていうと、この先ほどのニュースの一文ですね。日本は米国の同盟国と決別し、上限を超える価格でロシアの石油を購入する。東京はエネルギー需要を理由に G7 諸国を縛るルールの除外を勝ち取ったって、今までこんなことできませんでしたから、こういうことをするとですね、分からないように、回されたりとか、そういうことがあったんですが、そういうことができるようになったんで、もしかしたら日本も風向きが良くなってきたんじゃないかなと、思うということで、そんなことを思いながら、世界の裏側は現在どうなっているのか、こんにちはということでした。またね、こういった話が分かって、思うことがあったらお伝えさせていただこうと思うので、何かご参考になっていただけるものが一つでもあれば何よりですということで、今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。